氷川きよし自身をスカウトした師匠との 2S 公開芸名の由来となった本名も明かす。18歳が昨日のよう。歌手の氷川きよし47が19日、自身のインスタグラムを更新。恩師への感謝を綴った。写真あり、氷川きよし金髪に。全身真っ白のコーデでマイアンビーチを堪能。氷川は、 久しぶりに作曲家の水森秀夫先生と奥様、キーズナスタッフのみんなとお話をしながらお食事をしました、と綴り、師匠で作曲家の水森秀夫氏との2ショットをアップ。1995年高校生3年生の時に NHK の勝ち抜き番組に出場し作曲家の水森秀夫先生にスカウトをしていただきました。 1996年に高校卒業と同時に18歳で福岡から東京に上京。3年半アルバイトをしながらレッスンをしていただき、山田清という名もない若者にプロ歌手への道を作ってくださった大音人であり歌の師匠です、と明かした。氷川清のデビュー曲の箱根八里の半次郎から大い追っかけ音次郎、清のずんどこぶし星空の秋子、 白雲の城、その他、たくさんの作品を作っていただき今があります。と、水森氏と歩んだ歌手生活を振り返り、18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした。先生奥様、そして氷川きよしを作り出会った皆様に深く感謝いたします。と感謝した。やだねったらやだね、22歳氷川きよしの懐かしショットが話題、若々しくて清々しい。 デビューは衝撃的でした。歌手の氷川きよし福岡市出身が自身のインスタグラムを更新。やだねったらやだね、と22歳児の写真を公開した。やだねったらやだね、22歳氷川きよしの懐かしショットが話題、写真。22歳の頃、と題し投稿したのは、2000年に発売されたデビュー曲、箱根八里の半次郎のジャケット写真。 懐かしの8センチメートルシングルで、スーツ姿の氷川がキリッとした表情を見せており、やだねったらやだねで流行語トップ10に選んでいただきました。懐かしい、とコメントしている。さらに流行語対象の受賞式や MV の写真も投稿し、ウイオドリジシーは、若い時あったよ、と懐かしいんだ。また、第四人であり歌の師匠です。 と紹介しデビュー曲などを作曲した水森秀夫との二ショットも公開。18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした、と感謝のコメントを残している。SNS 上では、ありそうでなかった日書若々しくてすがすがしい、とても素敵な笑顔ですね、本当にデビューは衝撃的でした、などのコメントが寄せられている。